おはようございます西戸あたるです西で1月25日木曜日、いかがお過ごしでしょうか。全日試食しておりますというところで、いや、皆さんありがとうございます。まずはですね、こちら、えー、写真展 LSK、もうフォトウォークを皆様にご体感いただくための展覧会でございます。写真集、フォトウォークもフォトウォークを販売するみたいな形で、多くの皆様にね、えー ご購入いただきまたですね、あの本当すごいんですけれども、えっ、ー、とチェキ、一点物の,のチェキがですね、まあ、僕、ドリキンさん、石井さん含め、まだいたい5 60点ぐらい展示、ぶわっと貼,貼ってるんですよ、一点物として販売してる、それが飛びように売れるっていうね、えー、まあ、ぶっちゃけですけど、結構な値段するんですよ。 それが飛ぶように売れていくということで、で、ご購入いただいた方を、それこそ、ェ、え、キ、ー、といいますか、まあ、ゾフォートですね、ゾフォートで取らせていただいて、また、えー、貼らせてもらうっていうところでね、3名から始まった、僕、ドリキンさん、石井さんで、ポンポンポンと貼っちゃったゾフォートが、気づいたらとんでもない、多くの方、ご購入いただいた方を取って貼らせていただくので、えー、っとね、もうそれだけでも、すごい数の方々になっていて、どうなんでしょうね、個展終わる頃には、いや、果たしてどうなることやらっていうような、 えー、形になっておりますもう驚きを禁じ得ない状況ですね。なので、えー、皆さんもねぜひ、z、あのー、フォーとチェキ、もうお買い求めいただきたいですし、写真展をまずはご覧いただきたいですよね。フォトウォーク、えー、みんなで写真を撮るってこんなに面白いんだなっていうところをご体感いただくための、えー、展覧会でございますので、新たな写真の可能性のご提案でございます。ぜひ皆様。 えーと昨日はね石井様あ、石井さん、そしてドリキンさん3名も揃いました、夕方にね。で、対談も取っております。おそらく今日のドリキンさんの動画でね、その模様、会場の模様ですとか、僕ら3人でどういう気持ちでこの l s k の写真集を撮ったかとか、その気持ちもお話しておりますので、あと僕の今日の夕方は、釘打ったりして写真展を作ってる模様とかもちょっと、妻がね、この、えっ、ー、と、オズポケスリーで、 撮っててくれてたのでそちらの模様も今日のメインチャンネルの方では出そうかなとバーッと一連の流れだったり、まあえー、会期中の模様の皆様の、えー、会場の雰囲気とかもお届けできると思いますので楽しみにしていただけたらと思います何よりもお越しいただいてこのフォトウォークをご体感いただきたいっていうねこれが一番楽しいかなと思っておりますで <laughs> 失礼本日なんですけども、えー、今年のパリフォトがすごいことになりそうだっていうお話 どういういいこととと言まますす多くの方が行きますそれこそ昨日来ていただいたお客様とかもですねもうパリフォトの11月の78910今年のね11月7890 1がパリフォト開催なんですけどもそれに向けてもう僕も行くじゃないですか写真集、えー、町内光さんと写真集を作ってね行くんですけどそれもあるから。 今からね、ちょっとツアーとかも作ろうと思ってます。組もうと思ってます。あの、石井智彦さんのお知り合いに JTB の方いらっしゃるらしく、どういうツアーが組めるかは、その、まあ、JTB の方と話してからなんですけれども、皆さんも行きたい方、だけど、まあ、そのツアーに乗っかっちゃった方が何かと楽だよねっていうのはあると思うんですよね。で、さらに、えっ、ー、と、僕、ドリキンさん、石井さんとかとフォトウォークをするツアーとかも、例えば組んでみたりとか、そういうオプショナルがちょっと、 えー、入ったようなそれでちょっと会食をしたりとかね例えばワークショップができるまではちょっとわかんないですが、まあ、そういうのをやったりとかっていうなんかちょっとこう催しも入れながら皆様もまあヤードだったり航空券だったりもついて僕らと要はオプショナルツアーでちょっとこうパリフォトの会場とまあもう麓がもうすぐそこがエッフェル塔ですからその付近をフォトウォークしてみるとかね絶対面白そうじゃないですか。なのでそう,いう プランをちょっと早めにこの写真展がね終了し次第ちょっと組み上げてみようかなと思っておりましてそちらもちょっと合わせてぜひコメント欄とかでもね行ってみたいっていう方とかコメントいただけますとねなおのことあどれぐらいの方々にお越しいただけるんだなとか具体的にプランを 立てやすすくなりますので例えばですが、えー、10人規模なのかそれがはたまた50人規模なのか100人規模なのかによってもできることできないことが決まってきますからなのでそういった意味でもある程度ね参加したいよとかっていう方がこういうコメこの動画の、ね、コメント欄などを通じて行く予定ですとかスケジュール空けてますとか行ってみたいですとか、まあ、その辺の、まあ、そういったニュアンスをね皆様にお聞きしてこの雰囲気だと例えば20名の方はご参加いただけそうだなとか。 こっちも概算できますのでね、ぜひちょっと先にお聞かせ願えたらっていうところと、えー、さらにはですね、パリフォト、えー、昨日こちらのフォトウォーク d 1に、LSK の d に、え1、ー、に、渡辺諭さんもね、2B チャンネルの渡辺諭さんもお越しいただきまして、でさらに昨日、渡辺諭さんの、えー、チャンネルのライブ配信ではね、こちらの LSK の写真集もご紹介いただいております。概要欄にそちらの えー、ライブ配信の模様もね、えー、概要欄貼っておきますのでそっちらも合わせてご覧いただけたら嬉しく思ってますしでさらに渡辺悟さんもねいろいろな、えー、今こう仕組みと言いますかこういうことやったらパリオ島でやったら面白いんじゃないかっていうもといろいろとね動いてらっしゃるんですよ。で基本的にルさんも、えー、パリオ島 いききまましょうというか行きますとかすなのでパリュで何かまた面白いことできたらいいですよねっていうような話まで進んでおりましていやはやねまず渡辺さんともパリでお会いできるでしょうでさらにはですねいろいろな各関係の方まあ具体的に名前出すのはあれなんですけれどもまあ本決まりになってからっていうところ例えばですが僕が、えー、こちら写真集ゲーズボリューム9も発売中ではございますがこちらを作っております作っていただいてます山田写真製版所さんも えのね、新社長の方とかもね <laughs> 行きたいなっていうおっしゃってたりとかだから印刷業界ではたまた、まあ、その他の、ね、小りの業界とかカメラ関係の方多くもうどん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 僕と石井さんそして渡辺悟さんなどが、えー、巻き込んでいって行きましょうよとパリで行くことによって生まれる日本人のこの渦ですよねパリで日本人の旋風を巻き起こしていかに日本が勢いがあるか日本の写真文化が勢いあるかっていうところを パリで知らしめようじゃないかっていう、そういう大きな渦になり始めてるなっていう。あとは、それこそなんですけれども、あの、先日ね、町内ひかりさんの、との僕と石井さんのね、打ち合わせの風景ですよね。メインチャンネルでご覧いただいたと思うんですけども、それがきっかけでですね、やっぱり多くの関係者の方がご覧いただいているようで、パリォトってこんなすごいんだっていうことで、町口さんのところにね、多くの問い合わせも、えー、言っているっていうお話も耳に入ってきておりますので、 こうやって僕の視聴者の皆様ですよね。写真を愛する皆様もパリほト行ってみたいというふうにもうホテルとか撮ってらっしゃる方もいらっしゃいますし、で、僕もツアー組もうと思ってます。皆様と行けるようにね。で、さらにはその業界関係の方ですよね。えー、例えばですが、ギャラリーの方とか、どうやったら、 あの、いけるんですかと。マッチャンドカンパニーさん、どうやったら出店できますかねみたいなのとか、えっ、ー、と、パリフォトこんなことになってるんですかすごいですね。って、もう日本のその写真業界の方々もザワザワっていうふうになっておりまして、これはですね、まあ、石井さん、まあ、一番はやっぱりマッチャンドカンパニーの町内さとしさん、町内光さんですよね。えー、あの、お二人が15年にわたって切り開いてきたパリフォトでのね、日本人のこの、まあ、 もう本当に草うとガーンとおっきなものを差し込んでいただいているからこそ、えー、石井さんが2年連続パレオトに行きそして僕がその、えー、動画をね皆様にと共有することによって今広がりを見せ始めているんですよね。えー、写真元年というふうに僕はこの2024年を銘打っておりましてまたこのパリオ島などを通じて日本人が海外で勝負をしていくっていうこと。 による日本だけでない写真文化のスケールですよね。広がり。世界も巻き込んだ日本のこの印刷の、僕のゲイズのね、写真集とかお買い求めいただいている方だったら分かると思いますが、非常に高精細な印刷技術、そして増本の技術ですよね。ま、っちゃんのカンパニーさんなど。これが非常にフランス、フランス人、ヨーロッパで受けていると。なで、ここは僕らが誇っていい文化なので、素晴らしい高精細な印刷だったり、 本本の巧みな造本技術そしてもちろんですが写真を皆様にご覧いただくと日本人から見た東京を僕が撮った東京をフランスの方に見てもらうヨーロッパの方に見てもらうっていうねネオジャポニズムのような形でご提案できればまた面白いですしその、えー、写真元年をね是非とも皆様と一緒に見てみたいパリフォトでのその写真の空気息吹っていうところを皆様と共有したい僕の YouTube のこの理念 とととか概念というところですね自分が思ったことや体感したことを一時情報として皆様と共有していくだからこそ僕のこの芸術とかって皆様にお買い求めいただけると思ってるんですよね。僕が YouTube でもう一生懸命撮った作品を、えー、YouTube でも作品でご覧いただく Instagram でご覧いただいているそれが一冊の形になったんだっていうあこれ見たことある写真だわとあの時のあのコンデジで SX700HS で撮ってたやつか。 見てみたい。実際に手に取って見てみたい。しかもそれが山田写真製版所で編まれた高精細な印刷。素晴らしい印刷、オフセット印刷は何なのかっていうのを体感してみたい。体感してもらいたいということで、要は共有ですよね。なんでこれを今度はフランス、パリの地で皆様とまた新たな写真文化として共有していくと。全てはですね、自分一人で何かをやるのではなく、 自分が何かアクションを起こしたことをみんなと共有していく。で、またご覧の皆様が何かアクションを起こしたことを僕らに還元してもらって共有していくっていう。こういう地のつながりですよね。ブロックチェーンのように、この写真のこの地の集合体がどん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 大きくなっていくような。こういうことが多分僕らが写真をやって、今後、えー、本当の意味でカメラを買い、写真を撮って、そして仲間ができていくっていう。それがこの LSK のフォトウォークにもつながっていくんですけれども皆さんとどんどんね、えー、分かち合いたいっていうそれが今度はパリの地で、えー、皆様とつながっていけたら面白いなと思っておりまして、えーまあ、渡辺悟さん並びにその写真業界関係者ですね日本の写真業界の関係者の方々もですね非常に、えー、パリフォト今年の11月7890のパリフォトは、えー、興味を持って場合によってはもう参加したいともう参加しますっていう方も出てきていると。 なので、ツアーも組みますから、ぜひとも皆さんね、一緒に行きましょう。っていうところで、まずは、こちら、29日まで、来週の月曜日まで、こちら、LSK の写真展やっておりますし、材料もしてます。そして、石井さん、ドリキンさんもお越しになりますので、概要欄貼っておりますので、材、え、料、ー、日もチェックしていただきつつね、皆様とお会いし、そして、この写真というものを、えー、共有できればと思っております。というとことで、今日も使い方をお過ごしください。西田,田でした。どうもー。